サンダルメッシュよりスニーカーが好き。どうもデルピエロ石田です。さあ今日も始まりました、デルピエロ石田のスニーカーと NBA ということでですね、今日もですねやばいスニーカーちょっとお借りしたんで早速紹介したいなと思います。はい、今日紹介するスニーカーです。こちらもうね、なんかこの箱であって思う人多分中にはいるかもしれないんですけども、ちょっと開けてみたいと思います。はい、もうね入っちゃってるんでね、もうよいしょ、やべえな、どうだよいしょ、はい、出ました。今日紹介するスニーカーはこちら、ナイキ、テールウィンド、ストレンジャーシングス、イエーイということでですね、ストレンジャーシングス、あの待望のドラマですね、ドラマの、まあ、第3弾の、まあ、あれ、コラボ企画ですね。はい。やべえっす。めちゃくちゃ。で、まあ、第1弾がですね、なんだっけ、ホーキンスハイスクールですね。で、第2弾がアメリカ独立記念日ということで、第3弾がアップサイドダウンということでですね、それのコラボ、テールウィンドウになりますね。もうやべえっすよ、これ。こんな感じでね、まあ、すごい、なんか朝っぽい感じですね、アッパーが。で、テールウィンドウ僕ね、大学生の時履いてたんですけど、なんか僕が履いてた時のテールウィンドウとちょっと若干違うっすね、なんとなく。見た感じね。はい。で、インソールにですね、まあ、こうやって書いてあって、いろいろね。なんかシーズン3の、なんか、あれですよね。なんか宇宙人かなんかわかんない、僕見てないんですけど、ストレンジャーシングス倒す武器みたいなやつで、この下もちゃんとなんか書いてあって、なんかこうなんか書いてあるんですよね。まあ英語じゃないですね、何語かもちょっとわかんないんですけども、こうやってインソールのさらに下に、まあ、文字が書いてありまして、でこれがすごいのはですね、ビニールじゃない、紙もなんかこう地図になってましてね、これがなんかシーズン3の舞台となっているなんかスターコートモールみたいなの、まあ、地図になってるらしいんですよ、どうやらね。こっちから見た方がいいかな。はい、僕全然見てないんですけど、ちょっとね、はい、そんな詳しく説明できないんですけども、まあ、地図になってまして、でまあこうやってね、こういうのもついてるんですよね。いいっすよね、ストレンジャー、めっちゃこのピンじゃないですか、ストレンジャーシングスのピン、スターコート、うわめっちゃいい、いいっすね。で、逆サイドも、まあ、逆サイドですけど、逆の足っすね。もう、ちょっともう、ね、なんかこうなってるんですよね。はい。こう、よいしょ。まあ、かわいいっすよね。こういう感じで。なってて、これもインストール剥がすと、こっちは英語かな？英語で、こう、書かれてて、なんだ、The week is long as silver。ちょっと後で訳しておきますけども、はい。で、これのすごいのは、今流行りの、まあ、簡単に言うと、ちょっと持ち物をこうやってやっちゃってるんですけども、これ、炙ると、文字が出てくるんですね、これ。で、さらに言うと、このナイキ、かかとのナイキのここ炙ると、ストレンジャーシングスのロゴマークがバーンって出てくるらしいんですよ、どうやら。だからめちゃくちゃかっこいいっすよね。もちろんこれは炙れないんですけども、まあでも本人は炙ってもいいって言ってるんですけど、ちょっと怖いんで、炙ったところの写真が結構出てるんで、ちょっとそれ乗っけとくんですけども、まあちょっとこれで、ちょっと軽くストレンジャーシングスの、宣伝 ?CM? 広告見たんですけど、ちょっと面白そうだったんで、ちょっとこれを機にね、ちょっと見てやろうかなとちょっと思っております。ということでね、今日はこの辺で失礼いたします。今日紹介したスニーカーは、ナイキ、テールウィンド、ストレンジャーシングスでした。